すの自転車やめたくない。今日も自転車に乗れる幸せ。ちょっとやっと今日から復帰してみようかなっていう感じで。よかったよかった、おかえりなさい。はい、ありがとうございます。はい、今日は、はい、リベレからスタートなんですけど、はい、今ね、リベレ試乗会やってるんですよ。あ、何の？ピナレロの。あ、ピナレロ、取り扱うの？そう、この度ピナレロを新しく、はい、あのメーカーね、取り扱うことになりまして、はい、試乗会をやってるんですよ。申し訳ないんですけど、これをあの上がる頃にはもう終わって、試乗会自体は終わってるんですけど、新しくピナレロ取り扱うってことで、はい、ちょっと今日は私たちもピナレロに乗ってみようかなっていう。やっぱり取り扱い以上はさ、どういう自転車なのか。そうだよ ね、乗ったことある？ないんですよ。あ、初めて？そう。そうね。ピナレロ乗ったことなくて。ザ・高級バイクっていうイメージですけど、なんかその乗る機会、手に取る機会がなくて、今まで乗ったことなかったんですけど、せっかくなんで乗ってみようかなっていう。そうそうそう。今日は、ピナレロのことをよく知ろう大会です。ああ、どうやって教えてくれるの誰か。ピナレロに関するちょっとお勉強を2人で事前に今日してきたんで、はい、ピナレロに関する知識クイズを出し合いましょう。出し合う？いっぱい調べてきました。ほんま、いやらしそうな、なんか問題出しそうやでな。いや、調べれば調べるほど、うん、しかもほら問題出す側になるとさ、結構さ知識入ってくるじゃないですか。うんうん、入るね。結構だ、今回でもね、結構私ピナレのことよく分かりましたよ。あ、ほんま、そういうバイクやったんや。じゃあともう乗るだけで完璧や。あ、乗るだけでも完璧です。別にユーザーでもなんでもないけど、もう乗るだけで完璧。で、今回乗るのが、はい、私が何やったっけ。これ F9 ですって。F9 の特徴は、もうやめましょう、そういうのは。あ、なんでな、そういうのはやめましょう。あ、乗ってから、あ、そうな、そうな、はい、F9 です。はい、で、ネアが F、はい、私が F5 です、うん、乗りましょう、とりあえず。そうね、うん。なんで今日ちょっとこれ乗りながら、うん、ピナレロについての知識を2人で深めていきたいと思います、うん、はい、わかりました。でも楽しみ、はい、ピナレロほんま乗ったことないから。うん、なんかイメージないよね。全然イメージない。え、せやでな。全然、なんか今日のウェアは合ってるけど、なんかインスタでちょっと見ましたけど、うん、乗ってるみたいな、うん。なんか全然似合ってない。あ、似合って言われた。イメージなさすぎてからな。なんか全然似合ってなくて、面白かったです。あれよね、あの、この人はこういう自転車のイメージとか、うん、ある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 よね。いや、キャンソもないからな。私ないですか？ないない。そう。ない？なんかこの曲線美っぽいやん。ない。なんで笑ってるの？なんで笑ってんのこの人。あのね、軽い硬さではないけれども、しっかり。思ったよりいいですね。おや？思ったよりいいです。おやおや？思ったより。着きました。とりあえず今から登ろっかって言ってた、うん、いつものリベルの朝練コースですね。はい。観戦時。まあ3点。ちょっとかな、登るんですけど、はい、ちょっと問題を出し合いたいと。出し合いながら行く。え、一夜漬けですか？一夜漬け。いや、あの調べたのはもうね、あの5日ぐらい前だけど、調べて、うん、ふーんで昨日見た。みたいな。昨日かな、今日の朝かな。あ、いや、まあ、でも私これ調べて結構改めて、あ、ピナレロってそういうバイクなんやって結構感心しましたけどね。そうなんや。結構歴史深いじゃないですか。深いね。ね。え？歴史深いっすよ。結構な創業ね。え、ちょっと。いやな、もういい、はいはい、そうですね。もうだから大富豪負けるって言われる。創業年、ね。調べてきた。どうですか、F5。でも、思ってた、ほんまにいい。お、思ってたより全然、あのね、うん、ソフトな硬さ。そう、へなへなでもないし、寝ちゃーともしてないし。レースで使える？レースで使うんであれば、そのレースの種類によるよね。山であればホイールは変えた方がいいとは思います。あ、山でいける？これホイール変えたらいいんじゃないですか。軽いんすね。私別にこれでホイール変えても全然山登れる。え、全然ギャオスに勝つ、うん、足でな。
いやもうどんなバイクでも足で勝つ。いやてか私思ってるよりさ、なんか振動吸収性がめっちゃ良くて、うん、ほなあ、ね、いやどのメーカーも結構口揃えてさ、振動吸収性が、振動吸収性がってめっちゃ言うんですよ。おうおうおう、でもバカの一つ覚えに言いやがってって思ってたんですけど、意味がちょっとこれでもってすごい分かりました。他のはあんま感じなかったってこと？いや感じてはいたんですけど、やっぱりこう普通の路面走ってっては感じにくいけど、なんかたまにそういう境目とかのラインとかでさ、ガンってなるじゃないですか。あれ上り坂で登ってると、あれがいちいち鬱陶しい時、分かる、あれ結構足と体に来てるんですよね。え、分かるし、思ってるよりエボって、めっちゃ跳ねるんやんか。いや知らんと思うけど、うんうんうん、でもこれもほんま跳ねへんな。跳ねないですよね。跳ねへんっていうか、あの高級車って感じよね、うん、なんかあれ跳ねないことでさ、すごい自分が体が楽で、あ、わかる、楽で早く登れるんやってことが、うん、なんかこれですごい分かった気がする。不思議なバイク、ね、乗ってみてほしい。乗ってみてほしいな、うん、って思った。すごいさ、薄っぺらいやん形状が、見てこれ。あ、だからこれがかっこいいんですか。それ最近はそんな感じじゃない、うん、でも風のさ、空気抵抗を考えたら、うん、もうそれが一番いいんじゃない。これが一番まっすぐ走る分には、うん、そうね。横風どうです。横風がさ、うん、そうやねん、結構振られますよね、うん、エアロバイクとかさ、そう乗ってはる方って、どうしてんやろ、横風の日どうしてるんかな、うん、結構煽られるけどね。なんか私たちみたいな華奢なさ、そうキャシャ系女子はちょっと薄いすぎると、キャシャ系女子はちょっとなんかふってやっぱなるなって思う。なる、でもマジで飛ばされるような、うん、もう走るのが怖くなる。ただまっすぐ走る分にはすごい気持ちよかった、はい、風がなかったね、はい、いいプレッション取れてるかな。まあ登ろうかほな、登りましょう。じゃあ念願から言ってください。わかりました。1問目、まあ優しい問題からいこうか。はいはい、皆さんもサイクリング、あ、一緒に考えながら、うん、でもフィナレロファンはもう全部すぐ分かる、あ、そうと思う。あ、でもそうかも、フィナレロファンはもう知っとかないとぐらいな常識問題、ね、うん、そうやね、そうだね、ですよね、多分そうだね、はい、じゃあレッツゴー。いいですよ、どうぞ、第一問。はい、あ、第一問、ねれん、はいはい、フィナレロってさ、はい、もうほら、私は古い考えからさ、あ、それ喋り口調でいきます。いや、それあ、そう、フィナレロってほら、うん、長い歴史ってさっきも言ってはったやん、はいはいはい、じゃあフィナレロ、うん、創業何年でしょうか。あ、創業何年なんやろ。あー、何年やろ。計算して、計算して。100年え100年いい、ファイナルアンサー。100年、100年、はい、ファイナルアンサー。ダララ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 、ダン、ブーでしょうね、そらそうやろな。71年。71年か。だな、70… どういうあれだ。別にこの後続けへん問題やん。いや、この後続くんです、それで言ったら。じゃあ私の第1問言っていいですか。はい、フィナレロの…で、今2代目なんですよね。2代目なんですよ。ちょっと待って、世代で言ったら今2代目の社長がやってるんですよ。はい、2代目の社長はファウスト・ピラネロって言うんですけど、はい、ではなくて、うん、創業者の名前を言ってください。はい、ジョバンニ・ピラネロ。正解。ジョバンニはレースに出てて、はいはい、でもそんなに勝てる選手ではなかったはずや、うんうんうん、で、レースから退いた後に、はいはい、どこやな、自転車工房かなんか工場かなんかで働いたんだな、はい、勝てるバイクを作りたい、速いバイクじゃないとあかんねんって言って、うん、フィナレロができたの。素晴らしい、第2代目らしいです。なんですがみたいな問題私多いから。じゃあ3問目、うん、もう答え出てんねん、ちゃうねん。え、フィナレロは、はい、今何代目の社長でしょうかっていうのが問題やって。あはは、そういうことね。そうだ、2代目、2代目、あ、正解。最近言ってたな。第4問目、はい、そんなピナレロはイタリアのメーカーですよね。はい、え、知ってました。はい、知ってます、イタリアのメーカーですね、はい、ではイタリアの御三家三大メーカーを答えろ。あ、ピナレロはそこに入ってるの、はい、入ってます、ピンポン、はい、え、デローザピンポン、え、イタリアやろ。イタリアです。え、第御三家って言われてる、ね、フレーム作ってるとこやんな。もちろん。なんか言ってた当たる、なんか言ってた当たるね、はい、なんか言ってってください。そんなん言ったらあかんで。あ、まあでもそう、ヒントで言うとそうです、ね、でもそれツールの話やろ。ツールで勝ちまくってます。ね、なんか言わな、こういう時なんか言わなあかんね。何、分かってる、見た目的に面白くないから。
ね。なんだかな。ちなみにチネリもイタリアのバイクなんですよ。あ、言っちゃった。で言うね。あ、それは3台には入れへんってこと？入らないですね。ちょっと待って、リドレーちゃうし、はい、なんか抜け落ちてる。リベレで取り扱ってますか？取り扱ってない、はい、ファクター。じゃあ3台でも入らへんな。ファクターちゃう。もう次ファイナルアンサス。マジで？はい、行きます。はいはい、ジオス。ベー正解はコルナゴ。あ、そうや、そうや。はよ言うてよ。ほんまやん。はよ言うてた。つまはよ言うてた。はよ言うてよ。なんでそれが出てけへんかった。ほんまやな。はい、コルナゴデローザ、ピナレロってもうさ。そうですよ。はい、第5問目。今年っていうか、ギャンスよくツール見てるやん。はい。じゃあ、今年のツール、うん、ピナレロに乗ってたチームはイネオス。ですが。はい。ですが。じゃあ、その前のチームはチームスカイ。え、チームスカイ。あ、よう知ってるやん。正解。イエーイ。正解。もうスカイ、ピナレロ言うたらスカイじゃない。そうですね。では、はい、そのツールで、はい、供給してたチーム、たくさん買ってますよね。一番買った回数が多い選手の名前を答えろ。うわうわ最悪やな。スカイの時ですね。スカイの時、はい、フルーム？ピンポーン！よかった、世代ちょうど分かってた世代。クリストファー・フルームが。じゃあな、もうなんか何連覇したんやろ、ツール、確か、はいはいはい、じゃあ、はいはい、これね、うん、ワニちゃんがさ、ほら、はい、ピナレロ大好きすぎてさ、はい、ボソッと言ってたんだけどね、はい、これとすごいフレームの形特殊やん、はい、このグニョグニョってなってたり、フォークとかさ、はい、で、あのダウンチューブも、うん、ちょっと三角形になってるんやけど、はいはいはい、左右非対称やねん。はい、それってなんでやと思う？これはね、理由があります。ほう、調べてきた。はい、ね、ペダリングって、まあ、左右対称に力がかけれるけど、うんうん、結局自転車って右側に絶対にチェーンがあるから、うん、なんか研究したところ、うんうん、例えばカーボンの厚みとかを、とか重量を左右で変えるだけじゃ、どうもやっぱり、こう荷重のかけ方が左右対称にはなんないんですって。ほうほうほう。形状を変えないと左右同じようになんかこう力がスムーズに伝わることができないから、なんかデザイナーと相談して、うん、あの形状を変えることに成功したんですよ。正解、素晴らしい回答が。で、そんな、はい、そっからそんな左右非対称のこのピナレロなんですけど、はい、この曲がってるフォークの名前を教えてください。はい、名前があるんです、このフォークって。フォークの名前を言ってください。グニョグニョフォーク。グニョグニョフォーク。はいはいはい、次次次、当てるまで言ってください。当てるまで言って。ゾウの鼻フォーク。ゾウの鼻フォーク、はいはい、次次。採用されるかもしれへん、フィナレロに。そっちの方がいいかもってなったら。どういうこと？なんかヒントは？ヒント？ヒント？ちょっと人の名前っぽい。え？日本人の名前っぽい。え？渡辺健フォーク。なんで？松健さん。松原健さん。え、空気とかさ、はい、グニョグニョって英語でなんて言うの？エアーとかウェーブとかですか？あ、ウェーブフォーク。あー、違うんですね。いいですか、もう。あ、もういいです。しょうもない。正解は、オンダフォーク。絶対当たらへんよ。ですね。すいません。ほんやな、人の名前見た。知ってるかなと思って。オンダフォークって。はい。ネオンのラスト。はいはい。じゃあ、ピナレロさん、はい、いろんな、あの、ホームページ見ててもいろんなさ、はい、種類あるやん。はい。今乗ってるアシラのこの F シリーズと X シリーズっていうのがあるんだけど、はい、その違いは何でしょうか？ F シリーズは単純にレースバイクで、X シリーズは快適性とか乗り心地とかロングライドに向けた、はい、なんかなんていうか、エンデュランスバイク。正解です。正解。じゃあ、はい、私のラスト問題ですね。そうですね。一気にそんな話をちょっとチラッとしてたから、はいはい、ってなったんですけど、弱虫ペダルでピナ
切られる。もうだから言えへんかったんやん。あの時調べたよかった。ミラノレノに乗ってるキャラクターは誰でしょうか。え、ナルコくん。正解。あ、よかった。ナルコくんっぽかった。あからさまに私ら無言になってさ。あからさまに無言や。なんで調べへんのかなと思ったけど。あ、そうな。あ、そう。なんて騙しやすいってことがよくわかった。なんかあの嵐山のやつもそうですけど。結構素直に信じるんですね。ということで全10問ですね。私1問不正解。2問じゃあ4問か。あ、ねえ3問か。うん。ちょっと私が結構ひねったからね、問題を。いや、これで私たちも一つ賢くなりましたね。ほんまやな。いいよね、そうやっていろんなメーカーのさん、うん、調べてみるっていうのは。みんな答えれたんかな。どうなんやろ。ピラレロ好きの人は知ってるんかな。でもまあ、なんかピラレロっていう私名前とブランドしか、うん、知識なかったんですけど、うん、今回調べてみて、いや、こんなにツール買ってんねやって。いや、そうすごいよな。いや、すごいなって普通に思ったし、そのでもその何やろな、メーカーの思考がいいよね。速いバイクを作らないとみたいな、うんうんうん、勝てなきゃ意味がないとか、うんうん、めちゃかっこいいよね。みんなが出るバイク。ピナレロさ、買う人はさ、うん、だいたい次も、その次もピナレロ買うとか言うんですね。言うんですよ。なんか魅了される理由がよくわかりますね。久しぶりに乗ってるんですよ、ロード。やろうな。よかった、復活して。あー、疲れた。頂上で締めんの。頂上で締めましょうか。はい、もうでも終わりですよね。うん。なあ、ハエ飛んでる？え？顔の前ハエ飛んでる？私だけ多分飛んでないですけど。あっそう。死んでるかな私。めっちゃ飛んでる。不敗臭？やば。あ。マジで？めっちゃ飛んでんねんけど私死んでない。私だけだ。うそやろ。近づいたの。無理。次行け。まあ、あった。あ、こう来ちった。やめろ。やめろ。ねえ、あれジュース高かった。財布持ってきてなかったから。あ、そうなんや。買ってもらいました。そうなん、私だけじゃあ飲んどいたらよ。これ蜜やぞ、うまいわ言って。老害やん。いやいや、そんな言葉出てくる。ということで今日は、ピナレロの紹介とちょっと試乗してみました、うん、改めて乗ってみてよかったですね。よかった、うん、すごいいいイメージになった、うん、なったっていうか、もともとあれやけど、うん、サーベロもさ結構定期的に試乗があったりするから、あ、そうね、ピナレロもまたドグマをぜひ、そうですね、ドグマ来るときはぜひ皆さん乗りに来てください、はい、気になる方はぜひ見に来てください。あ、ほんでちょっと告知が一つだけあって、はいはい、あの10月の今月の、そう、はいはいはい、今月のあの27日に、うんうん、あの兵庫北摂里山ライドっていう、うん、ライドイベントがありまして、はい、毎年ちょっと恒例にはなってるんですけど、私 MC で行かせていただくことになってます。ちょっとだけ多分走りますね。豆取ってくるやつやろ。いや違います。でまた別の地域なんですけど、あの まだエントリー締め切りしてなかったらぜひそちらに、うん、別にエイドもあるの。エイドもたくさんあって、へー、なんか登りも初心者でもいい。10箇所はぐらいある。10箇所、うん、あ、1000アップぐらいします。結構、あ、じゃあまあまあ走れる。100キロを1000アップぐらいするんで、まあまあちょっと、でも季節的にはすっごいいいんで、はい、ちょうどいい季節で秋の兵庫北摂を楽しみにぜひ来てください。はい。じゃあ我ら2024年末までに1万人いかないとやめないといけなくなるんで、たまにそれ忘れるわ。忘れるでしょ。もう今もこうやってピナレロ乗ってますけど乗れなくなりますからね。あ、そうね、そうね、そうか、自転車乗れな乗りたいんで、またあのチャンネル登録と高評価をぜひともよろしくお願いします。お願いします。自転車やっぱりやめたくないんで。また次回。バイバイ。